皆さんどうもこんにちは、ゆうたみです。今回やっていくのはこちら。もう1年近く付き合いのあるリスナーさんからこれ届いてるのよ、うん、で、この中身っていうのは、うん、すごい思いが詰まったものなの。思いが詰まったもの、カブクワなんだよ。カブクワなんだけど、うん、この中身の物語っていうのがすごすぎて、うん、これは動画にしなきゃならないなと、うん、もう紆余曲折というか波乱万丈、やばすぎる、うん、思い、うん、ヒストリーがあるので、うん、ぜひ皆さんに聞いてもらいながら中身開封していきたいと思います。はい、はい、それでは早速こちらの中身開封していきましょう。はい、それでは早速こちらの中身開封していきたいんですけども、うん、もう初めにさ、なんか開けて、うん、もう言っちゃうね、まあ、開けて言っちゃうんだけど、この中身っていうのは、うん、思いの詰まった幼虫が入ってます。え、待って、見える、なんかもう見えるでしょ。うん、うん、いるのよ、うん、でね、この中身っていうのは、うん、サタンオオカブトの幼虫、ね、うん、結構高学種だった、過去に高学種だった幼虫なんだけど、うん、この幼虫の生存確認と、うん、あとはこっちにね置いてあるケースに小分けにしていきたいと思います。はい、でね、2019年の10月に孵化している幼虫ってことだから、うん、まあオスメスのね雌雄判別しながら、うん、過去の悲しすぎるお話をして皆さんに、うん、まあ、どれくらい大きくなったのかとか含めながら、うん、今回は動画にしていきたいと思います。じゃあね、早速、中の幼虫出していくよ。はい、はい、それでは早速こちらの中身出していきたいと思います。はい、もうすごいね、数多く入ってると思うから早速出していくよ。何匹入ってるかわからないの。いや、なんかね、聞いたんだけど、うん、なんか1頭足りないとか足りるとかなんか言ってたから、とりあえず確認しよう。どういうこと？いろいろあるのよ、いろいろあるから、うん、はい、ああ、とりあえず行くよ。はい、一回ひっくり返すね。うん、よいしょ。うわ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 、すごっ。うわうわすっげえ。マジか。ボロボロ落ちてきたけど、え、こんなに大きくなってるんだ、やっぱ1年だから。うわ、でも俺のやつとは全然違う、うん、体型してる。今回、うん、この幼虫は何かっていうと、うん、サタンオオカブトの幼虫なの、うん、でね、10頭入れたはずなんだけど、うん、1頭家に残ってるんだよね、なんでだろうっていうことで、うん、ゆみちゃん、どうぞ出して数えてって言ってたのよ、うん、でね、この中、うん、今何頭いるかちょっと数えてみようか。はい、うん、とりあえず1、2、3、4、5、6、7、8、9、10頭送ったはずなんだけど、うん、1頭、そうだね、入れ忘れてたんだね、うん、だから家に1頭残ってるってことね。もうそれもね、ツボ、やばいね、すごい、うん、それもツボで、うん、このね、体重とか測りながら、うん、お話ししていくんだけど、まずまあ1頭目測っていこうか。はい、うん、よいしょ、うん、44.5、うん、2019年の10月孵化だから、うんうん、約1年、まるっと1年で 44g オス、大きいね。うん、結構いい感じに成長してるし、色がさ、まだ白いじゃん、うん、黄色くなってないでしょ、綺麗ってことは、まだまだ大きくなるよってこと。あ、そうなんだ。そう、いや、サタン前の動画でも出したんだけど、うん、緩やかに成長していくから、うん、ああ、いい感じなのよ。じゃあとりあえず押すね。はい、それじゃあさ、早速こう、うん、測ったり見ながら しながらお話ししていくんだけど、うん、この送ってくれたリスナーさんっていうのは、うん、ゆめたべじもなんやかんや1年以上付き合いのある方で、うん、このサタンオオカブト、うん、今から2年前すごく人気だったって喋ったよね、前の動画で。
サタンが、うん、工学士の仲間入りしていて、うん、まあペアで5万円、うん、幼虫1頭3000円の時代だったのよ。でその時に、うん、サタンのペアを購入するんじゃなくて幼虫を購入したのよ。誰が？リスナーさんが、うん、でその幼虫、うん、当時は幼虫詐欺も流行ってたの、サタンオオカブトの、うんうん、なもんだから、とりあえず自宅に届きました。はい、中身開けました。はい、幼虫確認しました。うん、あれなんかおかしいなって思ったんだってよ。うん、まずそこでね、うん、でおかしいもんだからツイッターにあげたのよ。うんうん、この幼虫は、うん、サタンの幼虫かなって。どうしたの？わかるの？まあ、大体ね、毛深さ、うん、すごく毛濃いから。毛が濃い、うん、サタンの幼虫毛濃いのよ。毛むくじゃらの背投げとかいっぱいあって。背投げ、うん、あー、うん、だから結構まあ見た感じで分かりやすいんだ、うんうん、初例とか、うんうん、それ2例、まあ3例までは分かるかな、うん、あんまり大きくなってなかったらちょっと分かるんだけど、なんかね、みんなから、うん、それはサタンの幼虫じゃないですねと、うん、騙されましたねっていうようなツイートがいっぱい来たのよ。あー、で、うわってこう落ち込んでたわけ。うんうん、で、実際にね、成虫にさせてみたら、うん、立派なコーカサスが生まれてきたわけよ。コーカサスが、やっぱり俺騙されてたんだって。うん、でも虫には罪がないから、うん、しっかりと俺は育てるっていうことで飼育してたのよ。はいはい、うん、もうそこでまず騙されたっていうポイントがあるわけよ。ね、詐欺に遭っちゃったのね。詐欺に遭っちゃったと、うん、サタンオオカブトの詐欺に遭ってしまった。はい、2匹目 44.5、 はい、でもう詐欺に遭った、うん、でも俺はサタンを育てたいって思ったんだって、リスナーさんは、うん、でそんなことを思っていた矢先に、うん、ある YouTuber、 夢とべちと同じ YouTube をやっている方が、うん、サタンオオカブト育てたいなっていうツイートかね、 YouTube の動画か何か上げたらしいの。でその YouTuber さんを俺のリスナーさんはめちゃくちゃ応援してたのよ当時。うん、もうめちゃもう熱狂的なファン、うん、うん、同じ地元だし頑張れよって、うん、すっげえ応援してたもんだから、うん、よし分かったと、うん、ね、俺がサタンのペアを購入して、うん、産ませて、うん、幼虫送るからって、うん、お前それを飼育しろよって、うん、サタン育てたいなら、うん、俺がペアで買って送ってやるっていう気持ちでサタンのペアを購入したわけだ。うん、ね、すげえパワフルな、熱いよね、熱い思いを持ったリスナーさんだよね。ね、うん。そしてサタンのペア届きました。うん、うん、ペアリングさせて産卵セット組んでようやくまともなサタンの幼虫を回収したわけよ。うん、それが2019年の10月だろうね、ここにあるからね、うん、で、2019年の10月、うん、幼虫を回収して、うん、ようやくその思いを馳せている YouTuber に幼虫を届けようって、うん、俺が取った幼虫を送ってやろうって思ってたのよ。うん、そしたらとある YouTube の動画が流れたの。サタン着弾。うん、自分が思いを馳せてた YouTuber の動画にサタン着弾っていうサムネイルがドーンって載ったわけよ。うん、おいおいおいと、うん、ちょっと待てよと、俺がお前に送ってやるぞって、うん、そういう思いでサタンのペアを購入し幼虫を産ませ、うん、今あなたにお届けしますっていうところでサタン着弾。他の誰かからもらっちゃったんだね、うん、その YouTuber さんは先にね、他の方からもらっちゃったのよ。うん、その動画を見た俺のこの送ってくれたリスナーさんは、うん、心が病んだと。ああ、そうね、うん、うん、俺がお前に送ってやるからだって、待ってろよって、待ってろよって言ったのよ。うん、なのにもう手に入れられちゃったと
もうそこでさらに心は砕けたって。あ、そう、ね、詐欺で騙され、そうだよね、そして思いを馳せた YouTuber に、うん、届けようとした瞬間、うん、他の方からもらっている。もう俺の行く先はないのかなって、うん、すごく心病んだんだって、うん、それでもようやく手に入れたサタンの幼虫、うんうん、いろんな月日が重なっていろんなことがあって、うん、いろんな巡り合わせがあってようやくその幼虫が出来上がったわけよ、うん、そうじゃ、うん、ね、なのにまあ他の方からもらっちゃったと。はい、もうそれだけでもう俺は面白い、うん、話を聞いてるだけでめちゃくちゃ面白くて、うん、でもともとあげるつもり、産ませてあげるつもりだったから、うん、まあいっぱい産ませたような感じだったのかよ、うんうんうん、だから自分一人でのキャパは、まあ、ちょっと超えてたのかな、うん、あこんなにいっぱい飼育できないなっていう感じだったから、うん、まあ、ツイッターとかでね、あ、まあ、ここ最近もう1年経って、うん、まあ、ある程度大きくなってから自分のツイッターで呼びかけたわけよ、うん、誰かサタンの幼虫欲しい人いませんかとね、はいはい、無料でお送りしますっていうことでやったわけ、はい、うん、で3投目 38.5 で、うん、先に上がっちゃったけど、はい、うんうん、そしたら、うん、応募をかけた瞬間もう山のように応募が来るわけよ、見知らぬどこの誰かも知らないやつだから、欲しい欲しい欲しい、くれ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 っていっぱい来るわけ、うんうん、それを初めて浴びたわけよ、そのリスナーさんは。そうじゃん、今までプレゼント企画とかってのがほとんどやったことってか一回もやったことないような人だから、うん、もうプレゼント企画をやった瞬間のたかり、うん、くれくれ感っていうのをわからないわけよ、うん、ましてや知ってる人からちょうだいって言われるならまだしも、うん、見ず知らず誰かもわからない関わりもないフォロワー外の人からも来るわけだ、うんうんうん、くださいって、うんうん、で、まあ、今回はまあこれだけ応募があったから抽選にしましょう、はい、ね、抽選しました、はい、で、あ、ようやく俺のサタン、うん、誰かの手元に届くんだな、うん、あ、俺飼育してよかったって思ったんだよ、うん、そしたらその当選された方から来たメッセージ、はい、くっそ面白い、なになに気になる。郵便局の局止めでお願いします、時間はなんちゃらかんちゃらで指定でお願いしますって来たんだって。おう、がっかりしたよと。自宅で受け取ることもできず、うん、郵便局の局止め、うん、さらに何月何日着、うん、時間の指定までされたと。俺の気持ちはどこに行ったんだと、うん、普通だったらね、あの発想はね、うん、まあ、普通だったら発想はもうお任せしますと、うん、自分いつでも受け取れるんでっていう感じでとかさ、うん、なんか一緒にこう打ち合わせしてさ、お互いの都合をつく日に、まあ、発想を受け取りみたいな感じにするのに、もう一方的に局止め、あ、うん、この日でお願いしますみたいな、ね、そういう感じで強く言われたんだって、うん、だからもうそのリスナーさんの気持ちっていうのは、うん、相手に直接届くんじゃなくてもはや局止めだって言うのよ。またそこでせき止められたと、うん、誰かに思いを届ける前にせき止められてるわけよ、うん、これもねまた悲しいなと、はい、うん、思いで結果ね、うん、もうプレゼントもやめたと、うん、うん、もうしょうがねえと、うんうん、どうしようってなったところ、うん、まあ夢旅路のマネージャー姉子、うん、うん、にまあいろいろな話があって、うん、でその流れで夢旅路なら大切に飼育してくれるはずだよっていう、うんうん、うん、流れになって今ここにいるわけよ。ああ、来たのね。ああ、来たわけよ、うんうん、でそのねいろんな思いを、うん、詰まったサタンなわけ、うん、それを受け止められる人間っていうのは、うん、多分この業界では俺しかいないんだろうな。え、でもさ、うん、ほらまた、あ、そっか、プレゼント企画みたいな感じでプレゼントをやったらさ、うん、また欲しいっていう人がいっぱい来るかもしれないよね。そう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 、またちょうだいちょうだいっていう人が、でもそれは嫌だったわけだ。そう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 、だから
どこの誰かもわからない人からね、うん、ちょうだいって言われて、うん、挙句の果てに曲止めされて、うん、ね、なんなんだよと、うん、なってるわけよ。その思いをやっぱ受け止められるのは夢と美人しかいないってことで、今回ここの場所に到着したわけ。夢はちゃんと受け取ったんだよね。俺はもうちゃんと受け取ってよ全部。郵便局止めとかで、ね、お前俺も局止めにしたら最低だろ。ちゃんと玄関で受け取ったのね。ちゃんと玄関で受け取って、うん、で今ねオスメスの判別をして、うん、ちゃんとねこういう風にケースに移してってるわけよ、うん。で今回ね、うん、こうやって送ってくれた人の名前をもうここでね後半まで見てくれた人のために言うよ。言っていいの？ああペンネーム遅咲さんっていう方なんだよ。はあ、ああめちゃくちゃね、その筋の通ったような、うん、ああ筋の曲がったことは大っ嫌いみたいな感じの人なんだけど、うんうん、もうゆめちゃん頼むよと、うん、ああ俺は誰かのためになるならブリードをしたいと、うん、誰のためにもならないブリードなんて寂しすぎるじゃねえかと、うん、だからゆめちゃんの少しのためになるなら今回送らせてくれっていうことで、はい、男から男へ届いた思いの詰まった、うんうん、サタンを受け取ったよってことだよね。やっと届いたのね。やっと来たって感じ。もう着地点夢旅路みたいな。うん、いやもうこれをね、俺が電話で聞きながらね、うん、もうニコ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 してたら面白すぎて。この2年の間に、うん、そんないろんなこのバック背景っていうの、うんうん、ああバックグラウンドがあって今俺のところにこれ届いてんだなって思うだけで、うん、めちゃくちゃつぼるよね。だから、まあ、夢旅路が、うん、とりあえずこれ大切に育てて、で、羽化してきたら少しはね、リスナーさんにも還元していきたいなと思っております。はい、ね、その時にあれでしょ、曲止めでって言われた。その時に曲止めって言われたら、うん、もうブラックリストに入れる。まあ直接ね、家で受け取れない場合とかもあるんだけれど、うん、なるべくはさ、大切な命だからさ、うん、直接手に取って受け取ってほしいよね。そうだね。うん、まあ、でも曲止めが安全な時もあるからね。なんで？だから結局はほら冬とかで、うん、自宅に届く前に、うん、その移動してる最中になくなっちゃう可能性もあるから、うん、外に出されて、うん、それだったら郵便局内で受け取った方がラッキーだよねっていう。暑さとかで死んじゃってるもそうでしょ。そうだね。だから曲止めにする人もいるんだけど、うん、でもやっぱりさ、自分の住所も言わないで曲止めって言われるのは心が苦しいよね。あ、そうか、誰に届いたか分からないっていうのがね。そう、ちゃんと住所、氏名、電話番号とかしっかり載ってて、うん、でその上で幼虫のことを気遣って、うん、曲止めでお願いしますっていうような丁寧な言われ方をしたら納得できるけど、うんうん、ただ単純に見知らぬ方にね、曲止めでお願いします、はい、いついつで受け取りに行きますんでって言われたら、うん、なんだお前ってなるじゃない。そういうことよ。やっぱりあげる方も人間だし、うん、もらう方も人間なわけ、うん、じゃあそこでやっぱりただだからとか、うん、当たったからよしではなくて、うん、やっぱりありがとうの気持ちを常に忘れちゃダメだよね、どんな時でも。そうだよね。うん、ラッキーで終わっちゃダメ、ありがとうございますを絶対忘れちゃダメだね。うん、でもどん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 ね、夢旅人一人でやってるんだけど、うん、その今のお話をね、うん、まあ、これメスね、35の、はい、今の話をね、うん、もう一回YouTube 戻ってもらって、うん、頭の中で想像しながら、うん、もう一回見てほしい。ちょっと理解するの難しいかもしれないね、最初は。うん、2回ぐらいがちょうどいいかもしれない。そうだね、2回ぐらい見てくれたら分かるかもしれない。ということで、はい、まあ、とりあえず全部まとこうかしたんだけど、うんうん、
まあ今夢たけちは全部新しいマットに交換したんだけど、うん、皆さんが例えば幼虫を購入して、うん、でマット交換するよってマットの入れ替えするよって言った場合は必ず、うん、あのこのもともと入ってたマットね、うんうん、これも一緒に入れるようにしてあげて。急にマット変わっちゃうと落ちちゃう可能性があるから。あ、うん、今はこの動画終わった後、うん、夢たけちこのマットと、うん、今やってるマットと、まあ、混ぜながら、うん、うまいよいい感じで作って、うん、あのやってあげますので、うん、しっかり、まあ、混ぜてあげることによって幼虫が落ちること、うん、少なくなるんじゃないかなと思います、はい、だから巨食みたいなのを起こす幼虫がたまにいるのよ。急に餌交換すると。あ、そうなんだ、うん、同じマット同士ならいいんだけど、うん、違うマットになっちゃうと、うん、品種っていうかもう売ってるところが違うマット入れちゃうとびっくりしちゃって、そうだね、食べられなくなっちゃってっていうのがあったりするので、まあ、そこら辺だけ注意していただければなと思います、はい、ということで今回送ってもらった幼虫9頭なんですけども、うん、オス3のメス6、うん、超爆散セットで届いてるよね、うん、もうさ、細崎さんのこの思いが詰まったこの着弾、うん、あ、夢たけちがしっかりブリードして、まあ俺だけで終わるんじゃなくて、うんうん、リスナーさんたちにもね還元できるように、はい、しっかりブリードしていきますので、はい、楽しみに1年後かなになると思うけど、うん、楽しみにお待ちいただければなと思います、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この遅咲きさんのお話が面白かった方はグッドボタン、そしてかわいそうだなと思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。こういうさ、うん、人の思い出、うん、過去の話聞くのさ、すげえ面白いよな。面白いよね。ああ、そういう思いが詰まって今ここに来たんだなっていうのがさ、あると、ただの幼虫じゃなくて、思いの詰まったものだから、うん、それをこう、受け止める、うん、その皿を用意しておくっていうのが、うん、俺はそういうの好きかな。そうなんだ。はい。はい。